ついに僕の MacBook が来たというわけでね、早速 MacBook Air を開封していきたいと思います。画面シール買ったんで、これを貼らないといけないですね。まあ、パソコンに画面シールっていいのかなって感じなんですけど、うぇい、かっこいい。MacBook Air って結構重いんやな。僕が今使っているこの12インチの MacBook と比べると結構重さ違うな。カラーはね、前はシルバーだったんですけど、今回はスペースグレーにしました。早速ね、この画面保護シールを貼っていきたいと思います。うまく貼れるかな。開封、おお、うわ、かっこいい。ちょっとね、もういきなりこれを貼りに行きたいと思います。リボンを使用するにはリターンキーを押してください。若干端っこに合わせすぎた感じはあるけど、まあまあまあ、これでしっかりと空気を抜いていくと。あー、なんか端っこミスってんなこれ。あー、もう俺もう不器用すぎて無理やわ。ちゃんと貼れへん。こんな感じよ。キーボードはね、もちろん US キーボードです。この MacBook ケースも非常にかっこいいですね。入れてみます。全然ちょうど入るぐらい。おはようございます。今日はですね、ちょっと天気が悪いですね。もう移行はやめてゼロからスタートするわ。13時間とかっていう表示が出て、もうちょっと無理やなと。Hey Siri、今日この後の予定は。機能を設定したのになぜかまた初期化された。さあ、今からね、この MacBook Air で初めての動画編集をしていきたいと思います。で、まずはあのカット編集をするんですけども、僕はですね、このカット編集をするのが正直この iPhone だと一番時間かかったんですよね。で、これをまあどんぐらい時短できるかっていう。で、僕の予測としては多分なんですけど、まあ3分の1か4分の1ぐらいになるんじゃないかなと思ってます。というわけでね、とりあえずまあ作業していこうかなと思います。今からマイナンバーカードを受け取りに区役所に行ってきます。外あっつ。チキンソテーが完成しました。うまい。ただニンニク忘れましたね。さて、昼からもね、編集していきたいと思います。教えた。さて、いつも通り整骨院に行きたいと思います。あー、クソ眠たい。オッケー、めっちゃ綺麗に晴れた。
超綺麗。画面がでかいから見やすいな。今日多分外出ないんですけど、あの出窓で作業するってなると、あの日光に当たっちゃうんでってなってくるとね、あの日焼け止め結局塗らないといけないんですよね。軽く少しだけね、肉と野菜だけ食べようと思います。この机の上にはね、まあ、できるだけ使わないものは置きたくないですね。なので、まあ、一旦ちょっとどかすか。もうほんまにパソコンとイヤホンとメモ帳とぐらいかな。こんな感じかな。パソコンが冷たいから手がめっちゃ冷える。めっちゃこれ油しかんでよかったよ。めちゃくちゃ油飛んでるわ。熱っ。いやー、パソコンで動画編集するのマジでめっちゃいいわ。まあでも動画編集ね、まだ全然覚えてないんで、休みの日を使ってね、あの動画編集して覚えていきたいと思います。あー、めっちゃ寝てた。寝た。歯磨きの時に音声学習をやるのはちょうどいいですね。やば、なんかめっちゃ腹減った。あー、お腹すいた。ご飯食べよう。
もう11時なんですけど、ちょっと作業していきたいと思います。うまっ。今テロップの本当にめっちゃ悩んでますね。どうしよっかな。出汁がうまい。ちょっと毛布があったかくてね、寝そうだったんですけど、今月の初のランクマをやっていきたいと思います。はぁ、もう全然勝てんし、眠いんで寝ます。あのね、口取りテープ貼るの忘れるとこやった。はぁ、めちゃくちゃ寝た。めっちゃ綺麗になったわ。2、